はい、どうも、7分トーキング竹雄です。今回の動画はですね、カーボディプリートスタートして、フィットネス大会4日前っていうことで、4日前からの、当日までの動きについて説明していこうかなと思います。カーボディプリート中ですね、今、5日間のディプリートの中の、今日がもう4日目で、あと今日、明日で、ディプリート終わって、あと2日ですね、この2日準備して、当日っていう感じになります。ではもう5日後。1,2,3,4,5。あ、4日後か。今日からで言うと4日後に、大会があるというような状況です。でね、実際今カーボディプリで要は4日目なんで3日終わったんですけど、実際体重の変化っていうのはですね、そこまであんまりないんですよね、ぶっちゃけ。まぁ、ちょっと不安になってるんですけど、ただですね、結構その体の今まで血管出てなかったところにちょっと血管出てきたりしてるんで、そういう意味で言うと、まぁ、ちょっと痩せてんのかなっていうふうに思ったりするんですが、なぜかその体重が、減らないので、ちょっと水分がですね、まだちゃんと抜けきれてないのかなっていうふうに思います。結構ですね、実際炭水化物、カーボディプリートで炭水化物抜いてるんですが、炭水化物を抜くとですね、基本的に体内に水分溜めにくくなるんで、水分抜けるはずなんですよね。で、それで体重軽くなったりするんですよ。まあ、これよくあるね、勘違いで、よく炭水化物だ、ダイエット、糖質制限ダイエットやって、なんか2、3日でね、あ、すごい体重減って痩せたっていう方いらっしゃると思うんですけど、あれってその勘違いで、全然体脂肪減ってなくてですね、単純に体内の水分抜けただけなんで、まあ、そこ勘違いしないでほしいんですけど、僕の場合その体重も減ってないっていうことで、あれ水分も抜けてないかなっていうので、ちょっと不安になってたりはします。はい、ただですね、まあ、指示通りありますので、今日明日も、同じように引き続きカーボディプリートを続けていこうと思ってます。はい。じゃあ今日からのまず過ごし方ですね。まず今日、4日前ですね。大会4日前の今日なんですけど、まあ、この後、今これ午前中ですけど、お昼ご飯食べて、ジム行きますと。はい。で、ジムに行って、で、その後、まあ、もちろん普通にまたご飯食べて、あとですね、まあ、ポージング。夜にはポージングの練習をすると。実際ですね、このフィットネス大会に出るときに、体を作るっていうこともすごく大事なんですけど、それと同じぐらい大事なのがポージングっていうふうに言われてます。はい。で、実際僕もその、大会に出たことがないので、ポージングはもうど素人ですので、これちょっとしっかり練習しないとですね、すごい差出るんですよね。実際に大会の動画とか見たりすると、すごい上手な人と下手な人ってすごい差が、出ます。で、ちょっと恥ずかしいんで、下手くそだと。っていうこともあって、今日の夜、一緒に大会出るメンバーと、ダンスの練習。あ、ダンスじゃない、ポージングか。ポージングの練習をしますと。ダンススタジオでね。はい。レンタルしていきますと。っていうのが今日ですね。はい。で、じゃあ次、明日。明日どうするのかっていうと、明日もまた、今日もやりましたけど、明日もまた朝一から有酸素をやります。朝起きて有酸素運動をやります。傾斜15の、スピードはですね、ちょっと今日ゆっくりめでやりました、正直。3.5 から4でやりました。でも調子いい時はね、5とか 5.5 とかでやってます。スピードですね。はい。で、その有酸素の後とか前後で、まあ、腹筋運動やったりとか、軽い筋トレをやって帰ってきますと。で、朝ごはん食べて。で、明日の場合はですね、ちょっと仕事の打ち合わせとかもありますんで、その打ち合わせに行って、で、その後ですね、夕方ジムに行って、そっからですね、岩盤浴に行こうと思ってます。はい。ちょっとあと、大浴場っていうか、言うんですか？大浴場の浴場、温泉のね、温泉はではないんですけど、お風呂の施設に行って、岩盤浴があるところが近くにあるので、そちらに行って水抜き、汗をしっかりとかくっていうことを明日の夜はしようと思ってます。はい。で、ここでカーボディプリート終わり。うん。だから、明日で、カーボを抜くのは終わりです。次また、明後日。次2日前ですね。で、2日前もここまた有酸素します。はい。で、有酸素して、そっからですね、ここからはもうカーブを入れていくんですけど、これすごい入れ方シンプルで指示されてるね、カーブの入れ方。米をですね、白米を、まあ、僕だと多分 200g。今のところ言われてるのは。1回 200g 食べるっていう感じです。で、これをですね、結構回数分けて食べます。朝8時半、で11時、で2時半、で、次5時かな。うん。で、これ4回白米食べます。で、残り2回、合計6回ご飯食べるんですけど、この4回は白米食べて、残りの2回はローストビーフって書いてました。で、ここでもうカーボまたなしで、お肉だけ取ると。で、寝るという感じです。で、その時に、サプリメントも取った方がいいということで、指示されているのはマルチビタミン。で、あとアルギニン。うん、まあ、血管の、拡張ですかね。アルギニンを取ります。はい。っていう感じですね。で、もう筋トレしません。29からは。だから、明後日からはもう筋トレをしません。ジムに行かないってことですね。朝の有酸素だけです。はい。で、要はしっかり体を休めるっていう感じですね。うん。で、お水とか塩もしっかりと、まだ取ってます。はい。で、次、大会前日ですね。
前日はですね、僕はその体のカラーリングって言って、その色をね、体に、まあ、ちょっと黒く焼けた感じに、やってもらうのと、夜にポージングセミナーがあるので、それは参加するんですが、それ以外は、まあ、朝有酸素だけして、まあ、ジムもまた行かないと。で、ご飯もですね、白米も食べません。はい。で、こっから少しずつ体の水分を抜いていくということで、サプリもですね、その前日に取ったものにプラスカリウムバランスっていう、まあ、カリウムね、カリウムを取る。で、プラス、ご飯もですね、水分多いので、ここで乾燥したライスケーキっていうものが、売ってます。ライスケーキ。うん。で、これ水分もほぼ含んでない炭水化物なんですが、このライスケーキっていうのを、前日と同じような時間帯で、6回かな。うん、取ります。はい。5、6回かな。取ります。で、最後ら辺のご飯に赤身のステーキを足すというような感じですね。お肉を食べて、まあ最後は寝ると。はい。いう感じでございます。で、まあ当日を迎えると。まあ当日は当日でね、また別でやりますけど、まあこんな感じのね、スケジュールでやっていきます。はい。ちょっとまあ初めてのことなんで、まあ実際にこれでどういった反応が出るのかっていうのは全くわからないんですけど、まあ言われたことをね、とりあえずやってみて、で、まあ次に活かすとかね、今後どういうふうな変化が出てくるのかっていうのが多分わかると思うので、それをですね、しっかりと見て、またやっていこうと思います。で、まあちょっとね、変化もね、また大会当日とか取れたらいいなと思ってるんで、まあ取ったらですね、また、シェアしていこうと思っております。はい。じゃあそんな感じで。ではまた。